ジョージ・ロムニーは、イギリスの肖像画家。当時は、同時代のトマス・ゲインズ・バラや、ジョシュ・ア・レノルズと並び称された著名な画家であった。ロムニーは、ランカシャー州ダルト・イン・ファーネスのベックサイドで生まれ、11歳まで、カンブリア州デンドロンの学校に通った後、家具職人であった父親の徒弟となった。1755年、彼は、クリストファー・スティールというカンバーランドの、 巡回肖像画家から絵画を学ぶため、ケンダルに向かった。ロムニーは北イングランドを巡りながら、ビッグバックカの車輪で肖像画を描いて歩く巡回絵師としてスタートした。技術的には早熟であり、その当時は明るい色調が主体であった。師匠と共にアーサー・デビスの影響も受けていた。この時期には肖像画の他に、シェイクスピアに題材を取った実験的な作品も、 残している。ロムニーは見習い期間中に病気にかかり、女や主の娘であるメアリー・アボットに手厚く看護された。1756年にロムニーとメアリーは結婚した。この年には、長男ジョンも生まれている。翌1757年に、スティールとの指定関係を解消。その頃にはロムニーは、地元、ケンダルやランカスターの講演者の間では、 肖像画家として有名になっていた。1760年には二人目の子供、長女のアンにも恵まれたが、1762年に彼は歴史画家として成功することを希望して単身ロンドンに移った。同年、彼の作品、ザゲス・オブ・ゼネラル・ウルフが王立芸術家協会から賞を獲得した。しかし、歴史画家としては生活は困窮し、二度ケンダルに、 戻らなければならなかった。家族とはこれを最後に長い別れとなる。1764年には初の海外旅行でパリを訪問しているが、この時も家族は伴っていない。この旅で彼はクロード・ジョゼフ・ベルネの地域を得た。ロムニーは1965年にサイド賞を獲得すると、ロングウェーカーに今日構え、直ちに肖像画家として売れっ子となった。 肖像画家としての彼は、モデルの個性や、内面などの好ましくない部分を排斥し、理想化して描く当時としてはよくあるタイプの画家であった。大成功にもかかわらず、ジョージ・ロムニーは、王立芸術院への参加を要請されることはなく、彼も、また自分から申し出ることはなかった。芸術院と彼の関係については、多くの推測があるが、彼が優れた。 芸術家はメンバーにならずとも成功できるはずだと考え、無関心を貫いていたことは疑いがない。彼の業績はこの信念を裏付けるに十分なものであったが、晩年に彼はこの件についてわずかに遺憾の意を表明している。1773年、ログニーは古典への造形の欠如を自覚し、仲間の画家オージアス・ハンフリーとイタリアへ旅立ち、ローマでは、 バチカン美術館、ラファエロの間のフレスコ画を、ベネツィアでは、キツヤーノの絵を、パルマでは、コレッチョの絵を研究した。2年の滞在の後1775年に仕事を再開するために、ロンドンに戻る。海外旅行は、彼の芸術をより成熟させるのに役立った。彼は、キャベンディッシュスクエアにある、かつて著名な肖像画家、フランシス・コーツが所有していた。 高価な邸宅を新しい本拠地とした。ロムニーはさらに新しい講演者を得て、数年後にはロンドンで最先端の肖像画家と認められるまでになった。彼は仲間の画家メアリー・モーザーなど多くの同時代の人物を描いた。バッカスの巫女に噴したエマ・ハミルトン・ジョージ・ロムニー、1785年、ロムニーは生活の糧である。 肖像画とは別に文学的な主題を持った作品を手がけることも活望していた。1782年4月、友人のチャールズ・グレビル卿が肖像画を依頼するために新しい愛人をログニーのもとに連れてきた。彼女こそ彼に多大な芸術的霊感を与えてくれる女神とも言える存在となるエマハートであった。当時エマハートは17歳。 ロムニーは47歳であった。グレビルは商業的思惑で依頼したのであるが芸術家としてのロムニーにとっても絵がたいら場だった。エマは肉体的存在感とプロのモデルにも匹敵する表現力と天性の魔性を兼ね備えていた。ロムニーは肖像画家としての日常の仕事と両立させることが困難になるほどエマに取り憑かれた。彼は エマの肖像画を様々なポーズで60作以上を描いた。それらは現実的な肖像、偶話、神話、宗教的イメージの具現化と多岐にわたった。エマは1782年4月から1786年3月まで約180回、ロムニーの前でポーズをとった。多くは文学的な主題における劇的なヒロイン、魔女キルケイに始まり、メディア、 バッカススの巫女テティスなどに扮した。1786年にエマハートはナポリに向かいウィリアム・ダグラス・ハミルトン教の愛人となった。1791年にハミルトン教と正式に結婚するためイングランドに帰国し6月から9月にかけて34回。 ロムニーのモデルを務めた。結婚式の日にただ一度、ハミルトン夫人として、ロムニーの前に座った。その後エマは、ナポリに戻り、二度とロムニーと再会することはなかった。この今ハミルトンの魔法に見入られた期間、ロムニーは、長年の夢であった歴史的、文学的主題の絵を描き始め、 ジョン・ボイデルのボイデル、シェイクスピア・ギャラリーのためのウィリアム・シェイクスピアの戯曲を主題とする作品や自由な発想の絵を多く描いた。作品における精神的な深さは完成した肖像画よりも未完成のスケッチに多く見出すことができる。ビクトリア時代には彼とエマ・ハミルトンとの関わりがその評価に陰りをもたらしたが彼の自然体でのびのびとした 円熟期の絵は、やや若い世代のウィリアム・ブレイクや、ジョン・フラックスマンにも影響を与えたとして、20世紀に入ると徐々に再評価された。ロムニーは1794年に、深刻な体調不良に陥り、初めて肖像画の仕事を縮小した。1799年夏、ほぼ40年に及ぶ不在の後、ロムニーはケンダルを終焉の地と決め家族の元に戻った。 彼は忠実で献身的で疑うことを知らない妻に、心よく迎え入れられた。1802年11月15日、ジョージ・ロムニーはカンブリア州ケンダルで息を引き取った。67歳であった。遺体はランカシャー州ダルトンに葬られた。彼の妻は97歳という長寿で、1823年まで存命であった。ありがとうございます。